佐藤あやみです。今回はですね、うちにですね新しい車が来ましたので、そちらの方をですね紹介しようかなと思って動画を回しております。私の車っていうよりは、旦那さんの車なんですけど、私もね新しい車買うかを言いながらちょっとまだなんですよまあ夏が終わったらって感じかなと思ってるんですけど、うちの旦那さんの車が新しい車に変わったので、そちらの方をですね、まあ、走り心地とか内外装を軽くご紹介したりとか、ドライブレコーダー最新のものつけたのでそちらの紹介したりとか、まあ、車の中をとりあえず紹介していこうかなと思います。このね、今乗っている新しい車はですね、新型オデッセイでございます。それこそ前までアコードに乗っていたので、新型のアコードにするかとかいろいろ迷ってたんですけど、結婚とかだったりなんかそういうタイミングとかいろいろ重なって新型オデッセイにしました。オデッセイイコールファミリーカーのイメージがすごい強くて、私がね昔読んでた重松清さんの小説のね、なんだろう、流星ワゴンだったっけな、大好きな本にですね、オデッセイって出てくるんですよ。ある程度知ってるけどミニバンってそこまで詳しくなくて、でもオデッセイだけはすっごい頭に残ってんの、その小説のおかげでだからあのオデッセイねみたいな、まあそれはまたいいんですけど、ホンダ走り心地はやっぱなんかホンダの車ってすごい、なんだろう、アコードもなったんだけど、結構足回りとかハンドリング、ステアリングの感じがすごいしっかりしてるので、やっぱ車高もすごい低いから、なんかそういう風に安定感がある車だなって乗っててすっごい思います。やっぱ私は足回りとか硬い車好きなので、私は結構運転のし心地は好きですね。楽しい。ただやっぱり車高が低いのと締まりが硬いから、こう振動とかを感じやすいかもしれない。だけどすっごい酔うとかそこまではないですね。車内もそんなにうるさいとかも全然ないし、後で紹介しようと思うんですけど、本当に広いし乗り心地も最高なので、ファミリーカーというかやっぱり家族で乗るとかには本当にいい車だなと思いました。なんか楽しく楽に乗れる車だなって思います。やっぱスポーツカーとかはね、もう結構疲れるのは疲れるじゃないですか、運転に。だからこういう車はすごい楽だけどちゃんと楽しさもあるみたいな、こう運転してるよっていう感じもちゃんとあるから、まあ私は車好きのね、スポーツカー好きの目線にはなっちゃうんですけど、でも私もね結婚してやっぱ家族ができたので、やっぱり子供とかねできたりとか家族が増えると、どうしてもやっぱこういう車がすごい便利になるし、妻目線というかそういう目線でもすごくいい車だなって思います。まあとりあえず中だったりとか、まあいろいろともろもろとご紹介していこうかなと思います。やっぱホンダの最近の車ってね、犬っぽい犬顔が多いなっていうイメージですね。まあ横はこんな感じ。こんな感じ。オデッセイ、このデザインはこんな感じですよ。まあ、お尻というより背中ですね、はい。でこのトランクも足とかピッてやったらウィーンって開くタイプで、あとこの扉の部分こうしたら開くっていうね。車高が低いのですごく乗り降りがしやすいです。そこは結構ポイント高いですね。この運転席の方もなので乗り降りがすごい楽です。こうやってスカート履いてたりしてもまくり上げたりしなくていいし、うん、はい、こんな感じですっごい楽です。運転席周りはこんな感じです。ぐるっとぐるっとこんな感じ。上もこんな感じで、ここドライブレコーダーあるんですけど、このドライブレコーダーね、新しくつけたものなんですけど、通信機能がついているAI が搭載されたアオリノっていうドライブレコーダーなんですけど、これがねサブスクのモデルになってて、この AI が搭載されてるから、もしね急ブレーキ踏んだりとかちょっと危険な運転を私がするとするじゃん、そしたらこれが察知してくれて、その前後を20秒ずつをイベント動画ってところにそれを保存してくれるの。だからもし何かあった場合に、その20秒ずつのところ、あこれだって日時も時間もちゃんと表示されてるから、こう見つけやすいって感じですね。でちゃんとこう危険を察知したらこれがね教えてくれるんですよ、こうアラートが鳴って。あとここの下のこの部分、この部分に緊急ボタンっていうのがあって、わかるかな。でこれをね1回押すと、ほら見て110番を
発信する場合はもう一度緊急ボタンを押してください。でこれをもう一回押すと110番に Bluetooth と携帯つなげれるので110番につなげます。でこっからこれで発信できるみたいな、すごくない？そういう風な機能とかも搭載されているようなものでございます。携帯とかのマイページで全部チェックできるので、でダウンロードもできるので、いろんな面でねすごい使い勝手がいいなって思ってつけてみました。すごいよね。ね、でも結構カメラにしてはね大きいんだけどね、まあそこまで問題はないかなと思います。料金がフロントカメラのみの月額の基本料が550円なんですよね。なのでそれを毎月払っていくっていう感じです。前と後ろつけて1000円以下で使えるので全然いいよね。で後ろの方にもちなみにここについています、カメラ、小型カメラ、サブカメラ的な。なので前と後ろをやっていた方が万が一のためにいいかなと思います。すごいちっちゃいよこれ。概要欄に詳細とか貼ってますので、ぜひぜひ気になる方は見てみてほしいなと思います。あとここの後ろのね、一番後ろを席を倒してるんですよね。基本的に私たちは2人でしか乗らないので、今折りたたんでて収納ボックスにいろいろと小物とかを収納していて、これはオートバックスさんのブランドのゴードンミラーで購入したもの。これめっちゃちょうど良かった、サイズバッチリですね。本当にとにかく後ろはものすごい広いスペースになっています。でここのねシートは独立シートになっているので座り心地が本当に最高。私ね助手席じゃなくてここに乗るときあるの、だからこの状態全然楽よ。これめっちゃいい、長時間のお出かけとかしたくなる車ですね。うん、はい、というわけで今回は新しいね家族というか、はい、新しくね仲間入りした旦那さんの車の新型オデッセイをご紹介しました。いかがだったでしょうか。よかったら皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、で私のね新しい車もねもう皆さん楽しみにしていてください。マニュアルのね教習自体はもう終わって、まあ、撮影もしてるのでそれも楽しみにしていただきたいんですけど、マニュアルの車スポーツカーを買おうと思っているので、はい、そちらの方も楽しみにしていただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。